お疲れ様です。今回は映画ヴィレッジ徹底解説やっていきます。4月21日先日公開された今作、私の感想としてはめちゃくちゃ刺さりました。この村から出ることもできない、それが家族の影響もあるっていうことは、地方出身であり似たような状況に僕もあるので、人ごとならざる心境で彼の眼差しを見つめてしまいました。現在進行形でこの社会が抱える問題も風刺されておりましたので、非常に見応えがある作品になっていました。この動画では物語の感想だけではなく補足もお伝えすることで、もっともっとこの作品を楽しもうという動画になっております。途中からネタバレありに行きますのでお気をつけください。ネタバレありの動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録高評価何卒お願いいたします。登録者100万人目指してコツコツ頑張っております。あとはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。こちらも返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずは今作のあらすじ、見てない人のためにも見た人も復習がてらやっていきましょう。日本の集落である家紋村が舞台、伝統的な薪能の儀式が行われていました。山の麓には巨大なゴミの最終処分場があります。主人公は片山優、父親はですねかつて事件を起こして厄介者としてユウも冷たい眼差しで見られていました。さらに心も壊してしまったのか、母親が抱えた借金をユウは背負い、ゴミ処理場で働くというどうしようもない日常を送っていました。先代から続く罪を肩代わりする生活。村長は大橋周作という人物、その息子暴力的なトールとともに夜には不法投棄で違法な収益を得ていました。ゴミ処理場による補助金ビジネスではなく裏の組織ともつながっていました。そんな中、幼馴染の美咲がふるさとに帰ってきます。そこからユウの人生の転機が訪れていくんですが、というお話になっております。監督は藤井道人監督、僕もめちゃくちゃ大好きで、映画が公開されるたびに劇場へ足を運んでおります。社会派でありドラマティックな映画作品を作る、主役にはメジャーな俳優を据えることで、なかなか日本ではヒットしないような作品も見に来てくれている観客に伝わるような表現にすることで、たくさんの支持を得ていました。この伝えたいことっていうのを初見の人とか普段あまり映画を見ない人とか話題性で見に行く人でも伝わりやすく作っているっていうところは、非常にですねこの藤井道人監督、バベルレーベルのチームが作る作品っていうのは大好きなんですね。評論としての受けは悪くなるかもしれないんですが、これだけ日本でたくさんのコンテンツエンターテインメントが溢れている中、届くように届けるっていうのはすごく大事だと思うんですね。ちなみにエンドクレジット後にも今作映像がありますので、最後まで席を立たずにお待ちください。主演を務める横浜流星さんとは映画では一度、ネットリックスの新聞記者で一度、他のメディア作品などでタッグを組んで、計6回タッグを組んでおります。この横浜流星さんの非常にかっこいいんですけれども、演技に入るとねその異常な佇まい、猫背になっていろんなものを背負っている負の重圧というものをすごく感じるんですが、彼のこの背筋がですねやっぱり徐々に伸びていく、灰色から今度は染まっていく側へと演技が移行していくのも素晴らしかったです。村文化をこの作品はですねヴィレッジというタイトルなど否定しているのではなくて、パンフレットにもそういう風に言ってたんですが、この日本のコミュニティの負の部分が描かれています。みんなで同じ行動をとる、それが怖かったと劇中のセリフでも言われています。反するものは排除する、集団行動の日本のいいところもあれば、やっぱりここはおかしいんじゃないかって思う部分もありますし、それがなかなか言えない状況でもありますよね。コロナ禍で不要不急の芸能についていろいろ言われていましたが、日本の伝統芸能である能を取り入れようという風な作品になりました。川村光信プロデューサーの案です。彼が代表を務める、日本でもね今注目の会社スターサンズ、社会性とドラマ性の高い作品をたくさん送り込んでいて、社会派と大衆向けっていうこの難しいバランスをこう両立させるような映画を作ってきた会社、日本の A24 ともね最近は言われております。このスターサンズを代表で務めていた川村プロデューサー、この映画の撮影直前はですね体の調子が良くなくて、もともとこの作品を作るのも別の監督が予定しておりました。藤井監督にですね何とかやってくれないかと急にお願いすることもあったそうで、この映画は作られました。この地方に住む人だけを風刺しているのではなく、日本そのものを描かれているようにも感じます。こう心に留めておける映画になっています。こういう映画を見るとね、なんかこうすごく自分が否定されたような気持ちになる人もいるかもしれないんですけど、そういうことではなくて、まあこういう負の側面もあるよねっていうのを届けようとしている作品になっています。この作品が完成したクランクアップから1回
ヶ月後、心不全で川村プロデューサーは亡くなられております。まあ、川村プロデューサーがね作られた作品、ぜひインターネットとかでも調べてください。高評価の作品がねたくさん多いですし、まあ、非常にこの政治的なドキュメンタリーも撮られております。ただ今現状ね、この日本ではいろんな社会問題が、闇が浮き上がってきましたよね。これから作りたい問題映画があったのかなと考えると、やはりこの72歳で亡くなってしまうというのはね、非常にこう惜しまれるプロデューサーだったのかなと思います。社会から必ず吐き出される煙、この灰色とか煙っていうのを藤井監督の作品は、ね、たくさん使うんですね。地方都市存続のためにゴミ処理場とか良くない仕事にも手を染めてしまう、この闇の部分。ただしそれをやらなければ地方都市というかその集落ですよね、どん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 と衰退していき、町そのもの、人が苦しみ、文化もまた失われていく。そんな中、この善と悪、やむなくやっていたこと、それぞれの思惑が交差することで、その境界が曖昧になる、この灰色の世界の中で主人公は何を選択するのかという映画になっております。まだ見てない人はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、ここからネタバレありでご紹介していきます。まあ、いろんなですね、この描写を深掘りしていきますが、あくまで僕の憶測なのでご注意ください。ではここから人間描写の補足をやっていきましょう。キャラクターの設定も過去からねちゃんと作っているそうで、ユーは描かれていませんが空手をやっているっていう設定があるそうです。ユーは横浜流星さんと藤井道人監督のこの分身のようなキャラクターとして作られたそうです。拳とか力を暴力に使いたくないんです。なので殴ることが苦手ではないんですね。こうつい手を出した時は相手をよろめかせたりもしていました。その名前通り優しい性格です。いやむしろユーという名前を付けられたことで、親の不幸を見たことで優しくならざるを得なかったのかもしれません。そんな彼が唯一本気でぶつかろうとしたのが美咲を守るためにその力を行使していきました。まあ、ここからもこう普段どれだけ暴力を使いたくなかったのか、そして美咲を守るためだったらどんなことでもする、彼にとってどれぐらい救いだったのかっていうことがより浮き上がってくると思います。次に美咲について、彼女はまさにこの服の色とかにも注目していただきたいんですが、白い服を着た救済者として優の前に現れました。都会で精神をやられた、都会の厳しさも描かれてあります。そんな優を救うことで自分も救われる、決して単なる善人ではなくですね、優を支えていたのも自分のためでもあったと思います。この映画の中ではたびたび鏡に反射して描かれる描写がありました。それは自分の内面を映していたり、村のためなんだけれども違法なことに手を染めたり、英雄的な行動なのに犯罪者扱いに転落していったり、忌み嫌い睨んでいたのに染まっていったり、善悪が単純な片方からの側面ではない描かれ方がされていました。トールについても深掘りしていきます。彼は、まあ、描かれてないだけかもしれませんが、母親つまり村長の周作の奥さんは登場してませんでしたよね。父親である村長もまたその自分の母である話すことのできないおばあちゃんからも愛情を享受していませんでした。権力と暴力を手にしたトール、どんどんこの自分の肥大化した己の渇望欲望というのが膨らんでいきます。村の汚れ仕事を実行していたのもトールでした。かなり横暴なキャラクターでしたが、この集落の経済というのは成り立っていたとも取れますよね。権力や暴力、力、汚れ仕事をやってるにもかかわらず、本当に欲しい愛は全く手に入らない。力でしか何かを手に入れることを表現できない。この登場人物それぞれがですね、どこか闇を抱えていそうです。そんな力を行使していたり、憎んでいたものの存在に、ユーも同じように染まっていってしまうという、この矛盾をはらんだ構造になっています。今作で、この討論演じた一ノ瀬渡さん、横浜流星さんと同じぐらい釘付けになるキャラクターだったと思います。あと声がめちゃくちゃいいですよね。ちょっと横道にそれますが、今度ネットフリックスでサンクチュアリっていう日本の相撲を題材にした映画の主演を務めております。こっちはもうめちゃくちゃ面白そうなので、一ノ瀬渡さんいいなと思った人、あとネットフリに加入している人たちはですね、ぜひ5月4日に配信になっていますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。話を戻します。この上の世代からこう負を継承してくる、この的割りつくような粘りつくようなじとじとした感じっていうのがやっぱり日本的というかたまらなくえぐいですよね。父親の世代にも一体何があったのか、ここは描かれてないだけで、まあ見てるそれぞれでね、捉えていく解釈していく必要があると思います。村全体の反対があったものの、最終的にお金の誘惑に負けてしまい、ヒーローであった父親が一人孤立した。一体彼は誰を殺してしまったのか、なぜ自分の家を燃やしてしまったのか、いろんなドラマがありそうですよね。この作品の中には穴から声が聞
聞こえてきて穴を覗くみたいな描写もありました。いろんな考え方があると思いますが、やはりこの一番有名なニーチェの言葉、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ、これを思い出しました。この作品の中には能というものが描かれているんですが、能っていうのはですね、幽霊が語り部となって物語を進行していくっていう演目も多いんですね。この矛盾をはらんだ人の行い、必ずその過去というものは誰かが見ていて問われるタイミングがいつか訪れます。この村を全てを見てきた彼女の目には、今回の出来事がどう映っていたのでしょうか。そして彼女もまたこの村を支えるために何をやったのか。最愛の息子は結局離れていくことになっていきました。今回お母さんを言ってた西田直美さんもえぐいお母さん役をやっていましたが、お母さんもこう鬱状態っぽくて、優が立ち直った後は元気になってましたが、あれもいわゆるこの鬱から躁状態、要はハイテンションになっただけで、まだこの精神状態っていうのは不安定なんじゃないかと僕は思いました。この作品の中には能で2つの演目が描かれていました。冒頭でも出てきた簡単、もう一つが羽衣。簡単に分かりやすく補足しましょう。中国の露星という人物が主人公の物語です。露星はただただですね、日常をこう呆然と過ごしていて、このままではいかんと人生をですね見出す旅に出ていくんですが、旅の途中簡単という宿に泊まった時に、ちょっと今食事用意するから、あんたその枕で寝といてねって言われて、不思議なですねこの簡単の枕っていうので一眠りする。そこにおい起きろと使いが起こしにやってきて、なんとこの老星一気に皇帝の座を譲り受けることになっていく。そして50年の豪華絢爛の日々をですね老星は過ごしていくんですが、それが目まぐるしくどん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 と過ぎていく。当然これは夢です。目を覚ますと50年の繁栄も一睡の夢にしか過ぎない。悲劇的な終わり方ではなく、この枕こそ僕が探し求めていた人生の真実、人生の死なんだ、人生というのはものすごく一瞬で儚いものなんだということで里に帰っていくというお話です。もう一つの演目、羽衣っていうのは、まあ、こちらも思いつきますよね。天女の羽衣伝説を、能で描かれた物語です。主人公は白龍という漁師、天女の羽衣を拾って天女さんが返してって言って、最初は嫌がるんですけれども、やっぱりこうかわいそうだということで返していく。天女は舞踊り消えていったというお話で、この2つの演目、まさにこの優と岬の物語になっていました、ね、映画を見ていて4つのね気になる脚本のポイントあったと思います。案内ねこう負の感情に満ち溢れていた優を案内人にしたところ、急に観光地としてバスが大量に来てガラリと繁栄していったところ、わざわざ見つかりそうなゴミ処理場に捨てた理由、携帯のデータがあんなに頑丈に残っているものなのか、まあ、他の人の感想とか見るとこの辺がツッコミどころとして言われております。前提としてもともとあった計画からですね、急にこう監督が変わって決まって、いろんな脚本の案があったそうです。まあいろんなね商業的な都合とか制作上の都合があって、細かいところは、飛ばしたのかもしれないんですが、まあ、僕なりにちょっと補足してモヤモヤしてる部分をね晴らしていければと思います。優を案内人にした理由、村出身の若者自体が、まあ、おそらくそもそも少ないのではないでしょうか。そして父親が罪を犯したとえ更生し社会活動を行っていくということで、集落の外側にもクリーンさをアピールできる。最悪ですね、何か問題があったとしても彼は切ればいいというですね人材でもあるわけなんです。テレビで映ったからといって急に観光地としてあんなにね繁栄していました。ですが屋外能楽堂があるっていうことだけでも結構ね価値はあると思います。さらにその集落全体のこの住居とか街並みの風情とかも結構独特になっているので、テレビ報道されて観光客がねわっと一時的に押し寄せる可能性もゼロではないのかな。見つかりやすそうなゴミ処理場にわざわざ徹の死体を捨てたっていうところ、あんなに山があるんだから山に捨てればいいじゃんっていう意見もあるんですが、まあ、確かにそうなんですけど、僕もね地方出身でわかるんですが、夜ってもう真っ暗なんですね。暗いと言われるもう黒なんですよ田舎って。なので夜に車を走らせるとめちゃくちゃ目立つんですね。あゆうくんこの間夜車を動かしてたけどあんたどこ行ってたのって聞かれたらですねまずいわけなんですよ。見られてもいいようにゴミ処理場に行ったっていうのであれば忘れ物を取りに行ったとか、まあ書類が必要だったとか言い訳できるじゃないですか。っていうのもあってゴミ処理場に捨てたのかもしれません。携帯にねあんなデータがたくさん残ってる、どれだけ頑丈なんだと携帯処理しとけと思うかもしれませんが、まあ、とにかく時間がなくて急いでてもう携帯があるかどうかとかチェックする時間もなかったのかもしれませんし、最近の携帯はね、まあ、防水機能も優れていた、めちゃくちゃ頑丈ですし復旧する技術も進んでいます。まあ、とはいえねなんかもうちょっと補えたようにも感じますよね。ですがそれ以上にあの切迫した状況の映像っていうのが迫力があって、長回しのアクションっていうのがね一ノ瀬渡さんと横浜流星さん、君の目が問いかけているとかそういうのでボクサー役とかやって肉体派のね2人がこうぶつかり合うっていうのは見どころがありました。
横浜流星ファンの人はですね、この後8月に春に散るっていう流星さんがボクサー役を演じる作品もあるので、こちらもねチェックしてみるのもおすすめになっております。このタイトル通りね、ボクサーの物語、結構儚い物語になっていると思います。最後のエンドクレジットの後の圭一の演出についても深掘りしていきます。結局はこの村を出ることになっていきました。こう村八分にされて追い出されてしまったって考えるのが、妥当なところですよね。ですが優は美咲に全てを押し付けようとした彼女を守るために村長の家に火をつけました。犯罪行為ではありますが、継承される負の輪廻を断ち切ったという行為にも見れます。その後優はおそらく全てを自分のせいにして、美咲は何もしてない、彼女の犯行を言わずにかばって一人捕まったのではないでしょうか。悲劇的な優の物語にも見えますが、唯一の救いはね、幸吉は村に反発して家を出て行っており、優に対してもこう同情的、優はね教え子だったので、こうただただ厳しい取り調べにはなってないのではと思います。ここで注目してほしいのが終盤あたりのこの圭一の服装の色ですね。もともとは中に黒を着ていたり、働いているところは灰色、この灰色っていうのは工場の煙のように社会からどうしても吐き出されてしまう、この地方だったりとか障害を抱えている人とか、親から負の遺産を受け継いでいる人とか、このどうしようもなく排出される表現になっていると思います。この作品の中では茶色っていうものがね印象的に使われていました。ゴミ処理場の人も茶色のジャケットを着ていました。これはおそらくこの同調したもののオマージュのカラーになっていると思うんですが、告発した時は優に憧れ、正しいことを行った彼なりの正しい優に同調した行為だったと思われ、美咲が透を殴った後全てがうまくいき会食をするシーンがありましたよね。その時に美咲が着ていた服の色っていうのはそれまで白だったのに、その時だけ茶色になってるんですね。美咲が透をやったっていうのが伺えると思います。彼は何もかも正しい正義の告発者だけではなく、美咲が透を殴る現場を見ていました。それ以降トールが行方不明になった後、それを警察に言うことはしませんでした。放射性物質を違法に投棄されていることは警察官である光一に告発しに行きましたが、姉を守るために彼もある意味同調していた一人だったのかもしれません。彼はこの後外の世界、村を出ることになっていきます。最後の演出的に光に照らされ解放され、輝き希望に残されていたようにも感じます。この藤井監督の作品っていうのは結構社会派で容赦ない演出も入るんですが、この次の世代にほんの少しこう希望を残すみたいな終わり方をですね結構やるんですね。何もかも絶望の終わり方にはなっていなかったのではないでしょうか。ですがしかし、これから圭一を待ち受ける外の世界というのは、彼のような性格、どもりを持つような人に対して決して優しくはないんです。それは姉の美咲が精神を病んで帰ってきたことが何より意味しているでしょう。はい、ここからまとめに入っていきます。これやっぱり横浜流星さんだったりとか他の演者の吸引力によって作品にどんどんと引き込まれていきました。この日本のコミュニティの怖い部分、親切なんだが恐ろしい、反発するものは阻害する、都合の悪いことは見て見ぬふりする、しかし安心と生活は保障されている、いい部分も悪い部分も前の時代から継承され今日があります。この作品はただの村の映画ではなく、この国の物語にもなっているのではないでしょうか。見る人それぞれにね感情移入してしまう物語になっていたのではないでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。コメントもお待ちしております。